そりゃもうすごい警護をつけるわよ。リカちゃんの暗殺を企むようなやつらは絶対阻止。山犬の再生鋭を護衛につけるわ。大統領は撃ててもリカちゃんは撃てると思うなよ。たとえ相手が超A級スナイパーでも守りきってみせるわよ。にゃーにゃー、鬼ヶ淵村の神秘万歳。鷹野さん、何かいいことでもあったんですか？いや、その…あ、なるほどね。うちも先日のみんなのおかげで売れ残りを、じゃなくて、いろいろとゲームを売ることができたからね。協力したいのは山々なんだけど。バッチャは叩き売りオークションが大人も子供も楽しめるイベントになることを大いに期待しております。目かな、吉郎おじさん。本家の大馬場様に期待されちゃうな。分かったよ、なんとか協力するよ。断ると大晦日にどんな嫌味を言われるか怖いや。すげえな、ミオンとこのばあさんって本当に偉いんだな。私は会ったことありませんけど、怖い人らしいんですよ。趣味は人の生爪を剥がすことなんだとか。それはしーちゃんが脅かしただけだよ。レナはみーちゃんのおばあちゃんをよく知ってるよ。とっても優しい人なんだよ。礼儀正しくしてれば。礼儀正しくないと怖いのです。あと敬語の使い方が間違ってる人にも怖いのですよ、ニパー。それは私には優しくないという意味ではございませんの。ゲイちゃん、話ついたよ。気前よく教室してくれるってさ。どうして村人はミオンの言うことを聞きますのですか？そりゃ、その先本家の意向に決まってるじゃない。ミオンはその先本家のお姫様だもの。誰も逆らえないわね。リカもフルデ本家のお姫様なのですよ。ありがとう。よし、じゃあみんな手分けしてこれはと思うものを探してくれ。探し方のコツとしてはできれば大きいものの方がいいな。例えばトランプを一箱叩き売りしたって迫力がないだろ。
でかいものの方が迫力があっていいもんな。つまり大きくて高いものを狙い撃ちなのです。あはははは、任せなさいませ。そういうのなら大得意ですわよ。みんなお店のおじさんの顔色を見ながら選ぼうね。うわー、レナレナ見て見て、このぬいぐるみかわいいかわいい。あのみんな少しは加減してね。ケイチくん、これは何だろう。ブランコって書いてあるよ。ブランコって公園のブランコ？ああ、組み立て式のブランコだろ。庭や室内に置いて遊べるはずだ。公園のブランコのようなダイナミックな遊び方はできないけどな。小さい子が遊ぶには十分だよ。まあ最初のうちは面白いんだけどな。そのうち飽きて使わなくなると洗濯物を干すのにちょうどよくなるんだよ、これが。やたら例えがリアルなのです。ケイチは持ってましたのですか？前の家でな、小さい頃のクリスマスのプレゼントに買ってもらったことがある。何しろパッと見の迫力があるしな。いいチョイスだぞレナ。はい、ケイちゃん、これを貼っといて。後で町会の人に取りに来てもらうから。これもなかなかいいチョイスだな。ミオ、こいつも押さえとかないか。ひなみざわじゃ水遊びがしたければ沢へ行けばいいからね。微妙じゃないかな。はぁ、でも金魚さんのプリントがなんだか可愛らしいね。レナはこのプールあってもいいと思うかな、かな。私もあっていいと思いますわ。これだけたくさんの水が貯められれば、いろんなトラップに応用が効きますのよ。ダメだダメだ、却下だ。その威力を味わうのはどうせ俺に違いない。却下却下。なら、これはどうなのですか？ゾウさんの滑り台なのですよ。みー、これは僕も面白そうだと思いますのです。僕もお持ち帰りしたいのですよ。サトコが滑ろうとした瞬間に上からドンと押すと、サトコがコロコロと転がっていくのよね。ああ、想像しただけで楽しくなってきた。羽生もそんなサトコを見たいでしょ。あわん、リカはサトコに意地悪して遊ぼうとしてますのです。はいはい、売約済み売約済みっと。麻雀だ。どうしたの、ケイちゃん。
白おじさん。勤務時間に麻雀なんかやってたの？いやいや、違うよ。これはね。久しぶりだよ。もうほとんどルールは忘れちゃったかな。おお、レナくらいの女の子が麻雀を知ってるなんてすごいじゃないか。あ、ひょっとしてあれか、以前に部活の種目になったことがあるんだろう。去年の暮れでしたかしらね。もちろん私も大活躍でしたのよ。私の顔にはトラップが潜んでいましたよ。ミオ、お前な、裏若き女の子が4人も集まって学校で麻雀かよ。ちょっとケイちゃん、麻雀をバカにしちゃダメだよ。ひなみ沢は豪雪地帯、村の冬の娯楽は麻雀一色になるんだから。こたつでぬくぬくみかんと麻雀、テレビからは紅白が流しっぱなし。風情があっていいね。そういえばここいらは豪雪地帯なんだったな。なるほど、こたつで遊べる大人のゲームといったら麻雀は土定番だよね。けいちゃん、麻雀をバカにしちゃいけないよ。麻雀こそは男社会の潤滑よ。四角いジャングルを囲むとき、男たちは東なら青龍、西なら白虎、南は朱雀、北は玄武。普段の上下関係やいさかいを全部捨てて対等な関係で戦い合うわけよ。その精神の尊さは古代オリンピックにも通じるものがあるってわけね。すごいでしょ。俺はそれよりもこいつがいつ部活に登場して罰ゲームが何になるかの方が怖えぞ。ケイチ君は麻雀わかるの？親父が好きでな。お客さんが来た時メンツが足りないと無理やり入れられてたよ。強いかどうかはともかくルールはわかる。不計算はできないけどな。それはそうと、なんでこんなところに麻雀が出てるわけだ？いやね、お昼に来たお客さんと話してたらツバメ返しができるって言うんで見せてもらったんだよ。なっ、ツバメ返しだって？麻雀師匠、究極の荒技イカ様じゃないか。古代中国にて伝説の達人が編み出したという中国拳法究極の技。その威力は宝具と同じとまで言われ、あまりの恐ろしさに時の皇帝によって葬り去られたと聞いていたが、未だ使い手が実在したのか。ちなみにこれは親父の受け売りなので真相は保証しない。ツバメ返しって宮本武蔵だっけ？麻雀とどういう関係なのかな。手牌と山牌を瞬時に入れ替えてしまう大技なのですよ。ミパー。おいミオン、なんでお前はこういう痛いけな子にそういう悪い知識を吹き込むんだよ。いやーいややってみせてよ。リカちゃんはできるのかな。知ってるだけでできませんです。サトコが一時期練習してましたですよ。ちょっと待てサトコ、お前その年でそんなのを練習するんじゃない。確かに戦う前からトラップは始まっているなんて雰囲気は確かにサトコの得意としそうな雰囲気だね。
が圧勝に溺れ油断した最後の勝負で仕掛けるのこそ最高のトラップタイミングなんですのよ。で、サトコは結局マスターできたわけ？練習はしてたんでしょ？実戦ではとても使えませんわね。練習でほんの何度かできたことがあるっきりですわ。へえ、見たい見たい。サトコちゃん、やってみせてよ。みー、僕も見てみたいのです。仕方ありませんわね。失敗しても笑わないでくださいますよ。サトコはそんなすごいことをできるのでしょうか。さあどうかしらね。成功すればすごいし、失敗しても可愛いし、照れてるサトコが可愛いから、私は実は成功失敗はどうでもよかったりして。まずはですわね、あらかじめ山の灰に欲しい灰を仕込んでおくことから始めますのよ。なるほどね。それとって灰を一気に入れ替えちゃおうというんだね。でもどうやって？手品なの？だからね、手灰と仕込んだ灰を一気に入れ替えちゃうわけよ。ぜひ実際にアニメーションか何かでご覧に入れたいシーンなんだけどね。文章での中継なので、そのあたりは想像で保管してください。ミーが誰に喋ってるのかわからないのです。と言いつつ、カメラ目線なリカちゃんもな。で、では行きますわよ。自信がありませんけど、行きますわよ。というわけで、ここで麻雀の詳しくない人にいかに山牌をつかむのが大変かを説明しよう。自分の手牌は通常13牌だ。この程度の数なら両手でうまく押さえつけるように持てば宙に持ち上げることだってできる。不慣れだと失敗してぶちまけてしまうが、そう難しいことではない。ただ山牌はそうはいかない。山牌は基本的に17牌ある。しかも2段積みなのだ。しかもここからが肝心。17杯かける2段を丸ごと動かせばいいわけではないのだ。上段は17杯全部を、下段は端の4杯のみを移動させなければならない。これを先ほど山の向こうに置いた手牌13杯にかぶせることで、手牌は山の中に埋もれ、さっき山牌を移すときに残した下段の13杯が自分の手牌として残るのだ。これこそ積み込み技の究極といわれるゆえん。全13杯を丸ごと全部入れ替えてしまう大技なのだ。サトコ、しっかりなのですよ。Thank you.
でも要領は今のとミオンの解説で大体分かったぜ。ちょっと俺もやってみる。レナも挑戦してみよう。今のうちに覚えておかないと後で大変そうだからね。僕も挑戦しますです。一見するとルールを知らない子供たちが麻雀牌で遊んでるように見えるんだけどね。その実態はツバメ返しの練習だったんだから。私の部員たちは実にたくましく育ってくれたもんだよ。両手の小指で挟み込むんだよ。そうそう、力を入れすぎると弾けるぞ。かといって力が足りないとうまく持てないしね。その塩梅を得得する。リカちゃんが一番リードしてるぞ。負けられねえ。リカも器用なのです。続きもうまくできますのですか？なかなか難しいわね。でも誰よりも最初に成功させたいっていう気持ちはある。だって今はそういう遊びなんだからね。続けていくわよ。くそ、リカちゃんが一番乗りになっちまうのか。次の入れ替えができればいきなり成功だね。次は牌がいっぱいあるから大変。頑張れなのですよ。リカ、正念場でしたよ。やっぱり横に17牌もあるとそれだけで難易度は急激に高くなるね。僕が一番に成功させますです。きっとできなかった人には罰ゲームがあるに違いないのです。なんだってミオ、本当か？どうしようかね。やってないのにずるい。ずるいという暇があったら練習あるのみでございますわよ。なんだか大変なことになってしまったのです。
やっぱり今回の世界は何かが特別。もちろんそれは個々にはいずれもあり得ることばかりなんだけど、それらがみんないい方に流れている偶然が奇跡的。そもそもリカの運命が今まで不幸続きだったのです。たまにはためにためた幸運を放出してもらわないといけませんのです。違いないわね。私はもうこの世界でできる努力はないということなのかしら。わかりませんのです。その時が訪れてみるまで何もわかりませんのです。ありゃ、何ですかこれは。これはこれは、大石さんじゃありませんか。勤務中にこんなお店に入っていいんですか。どうもどうも、こんにちは。今日は非番ですからご安心を。今日ってところね。今日がどうかしましたか。はて、いえね、麻雀のマットを丸めてだいぶ長いことしまっていたせいですっかり反り返ってしまったんです。おたつの板裏もすっかり緑の布が剥げちゃってて使い物にならず困ってたんですよ。ほう、雀荘じゃなくてご自宅で麻雀ですか。優雅な休日の過ごし方なことで、大方妙なゴロとトラブルでも起こして出禁でも食らったんじゃありません。まさかまさかご冗談を。公僕たる者は遊戯場でも紳士でなくてはいけません。そんなトラブルなんて起こしませんよ。それはさておき、
皆さんも麻雀ですか。若い方は麻雀なんかできないと思っていましたよ。我が部の精鋭を侮ってもらっちゃ困りますね。およそ勝敗のつくものなら種目は問わず、どんな登場であっても背中は向けないのだ。それがたとえ麻雀、パチンコ、競馬、競輪、競艇、果ては書道、聖火、ゲートボールまで何であろうと。最後には足を踏み外すと下が溶岩や濃硫酸とかになってるところで戦わされそうなのです。大丈夫だ、リカちゃん。その登場は仮に死んでも単行本が 2,3 冊も進むとひょっこり生き返れる。ケイチさんとリカが何の話をしてるのかさっぱりわかりませんわね。はって、これはどういう場ですか。まだ山を積んでるところですかね。いえ、違うんですよ。ツバメ返しの練習なんですよ。ツバメ返しの練習ですか。いやはや、この人なんだよ。さっきお昼に来てツバメ返しを見せてくれた人は。なんだって。実践じゃできませんがね。まあ芸の一つですよ。大石さんでしたっけ。ぜひやってみせてくださいよ。俺ぜひともその技をマスターしたいんです。というかマスターしないと今年の冬の部活がヤバそうなんですね。いいですとも、お見せしますよ。あなたは間違えたらごめんなさい。前原屋敷のお坊ちゃんですかな。あ、すみません。はい、そうです。引っ越してきたばかりの前原啓司です。こんにちは。あれ、啓ちゃんは初対面。こちらはね、警察の大石さん。渡永市の実行委員会にも警備の顧問として参加してるから、そのうち実行委員会の席で会えるよ。そうそう、聞いてますよ。なんでも相当元気のある方だそうじゃないですか。叩き売りオークションの司会はあなたしかいないと皆さんおっしゃるんで、どんな方かお会いできるのを楽しみにしていたんです。しかし司会とは責任重大だ。よく引き受けられましたね。実に勇気と度胸があります。でも引き受けたからには頑張りますんで、よろしくお願いします。前原啓一と申します。どうかよろしくお願いします。お、元気なだけでなく礼儀正しい若者ですね。若いのに関心です。私は沖宮署の大石と申します。なんならクラちゃんでも結構ですよ。では、大石は僕の席でやるといいのですよ。お、これはすみません。では、ちょっくら失礼させていただきます。柔道家は相手の帯の結び方を見るだけで段を知るっていうような、まさにそんな感じっすね。ね、愛を積むだけで褒められちゃうとなんだか照れちゃいますね。はい、では皆さんよろしいですか。参りますよ。それちょちょちょ、こんな感じですね。うわー、まっさりだ。
すげえです。マジで感動しました。俺に教えてください。もう一度スローで。いいですよ。では、私の真似をしてください。本当はスローの方が難しいんですがね。指の使い方なんかをよく見ておいてください。特に小指に注目しててくださいよ。まずこうですね。ここまではわかります？それからそれから